これやってみたかったんだよね、ローマ。これ、わかるわかる。でもね、ローマのなんとかみたいじゃん。ローマのネルジェイルに挑戦してみました。ジルネイルね。視覚障害弱視ということで、こういろんなことに挑戦しようっていう動画を撮影してるんですけど、今回はなんと女の子らしいテーマ、キラキラテーマ、ネイルをやりたいと思います。私は、そうだ、マニキュアを塗る程度で、いつもこんな感じ。私のネイルの塗り方、竹の先が爪に当たった感覚で塗る。ムラがあっても目立ちにくいように透明系の色にするの。これで解決。でもなんと今回、ジェルネイルっていうのに、挑戦しようと思ってます。それでお姉ちゃんが助っ人として来てくれました。久しぶり。ちょっと恥ずかしいでしょ。声だけの出演だから大丈夫。よろしく。まずね、ぶっちゃけ聞きたいことがあって、はい、このネイルっていうものに対して、その見えてる人たちっていうのはそんなに目立つっていうか、なんか気になる対象なのか、うんうん、どんな風に見えてるの？それはネイルに興味があるかないかによっても、うん、多分違うと思う。興味ない人はそんな爪とかあまり見てないんじゃないかなって、見たとしても何も思わないとかの人もいるんじゃないかなって勝手に思って。あ、なるほど。確かに料理でもメイクでもファッションでも興味あるかないかだよね、うん、だからまあ私はもう視覚的な要素として、うん、その人の指先っていうのがまず見えない、うんうん、で自分のがマニキュア塗ってても、うん、そのこうやって見ないと見えるものじゃないから、うんうん、その存在を実感する機能がないって感じ、うん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 、でもその視界的には入るんだよね、うん、ね、どっか行って会計する時とかってね、うんうんうん、指先は使うから、うん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 、まあ視覚には入ってると思う。それがの、うんうん、印象に残るか残らないとか、好き嫌いとか興味あるかなしかとかによるのかもしれないけど、うん。ね、ジェルネイルって聞いたことはあるんだけど、うん、実際どんなものかわかんないんだけど、うん、教えて。じゃじゃーん。あ、そっか、してるからか。え、ちょっとさ、これ見せてもらっていい？どうぞ。こう、なんか二重になってる、色が。うんうん、あ、よくわかりました。ルペで見たから。よくわかりました。小さなものを見る道具でーす、はい。これでね、触り心地はね、つるっつる。マニキュアより厚みがある感じで、硬いね。私、このマニキュアなんだけど、もうほんと自分の爪を感じられるぐらいの厚み。うんうん、私が思うに、マニキュアはなんか、まあ、さっと、気軽に塗れるし、除光液があればさっと簡単に落とせるけど、うんうん、なんか持ちの部分がなんか剥がれてきちゃったりとかっていうのはあるのかなって個人的には思っていて、うんうん、確かに確かに、うんうん、でジェルネイルっていうのは簡単には固めてる。、うん、だから持ちがマニキュアよりはいいのかなって。あとデザイン性とか、うん、ああ、デザイン性の幅が広がる、うんうん、とか結構爪も弱い人もある程度なんかやっぱりいろんなものコーティングじゃないけど塗り重ねて固めてるから、うんうんうん、ちょっと強度もなんか自分の爪の上にこう重ねていく感じだから出るのかなと思ってて、除光液では落とせなくって、うん、専用のジェルをオフする、うんうん、なんかパックというかリムーバーみたいなのがあって、それを使わないと落とせない。おー、どんなものっていうのが、多分、まあ、ダイソーとか100均で。お、これはどこで買ったのお姉ちゃん？確かにダイソー、タスカダイソー。セリア、わかんない。セリア、わかんない。じゃあその情報を求めた。はい、これがジェルネイル落とす、うん、これ何、パックなのかな。パックに塗ってるから、指一本一本に、うん、くるんで使う仕様みたいなやつ。そうなんだ、ほんと除光液みたいにさって感じではないんだね、うん、なるほどなるほど、うん、この専用の、そうそうそう、だからお手軽さで言ったらマニキュアなんだろうけど、うん、でも持ちとかデザインを楽しむんだったらジェルの方かなっていう風な感じ。まあこれね、全部お姉ちゃんの持論ということで、皆さん参考にしたいとこだけ参考にしてください。よし、じゃあ実際そのジェルネイルというやらはどんなものを使うんだい？いろんな色あるね。そう、いろんな色あるし、もう大手の100均メーカーさんもいろいろ出してるから、うん、これやってみたかったんだよね、動画。これ、わかる、わかる。美容 YouTuber とかでやってるよね。そう、これやりたかったんだよ。
できるじゃん。ほら、なんか黒いボトルのやつは主にセリアさんかな。あ、黒いボトル、うん、これ今ね紹介してるのね、そうそうそう、セリアさんの、うん、あ、ちょっと女子っぽいじゃん、私いつもお酒飲んでるから今日はちょっと女子めいたことやってるよ。いや、ちょっとだからね、女性の皆さんにね動画見てほしい。で、こっちが、うん、ちょっとちっちゃめな白いのやつがキャンドゥだったかな。あ、こっちキャンドゥ、うん、このこう、そうだね、その、あの、100均でも出してるものが違うんだ。そうそう、これキャンドゥ、うん、だから結構手軽にどこでも購入はできちゃう。そうなんだ、うん、もうこれ一生分のこの取り方手を添えて私一生分のこれ今日やって、ディディン、はい、はい、で最後ダイソーさんからです。ダイソーさんから1個しか持ってないんだけど、はい、まだそれが白いボトルで形がちょっと大きめだよね、キャンドゥよりは。なるほどね、うん、競技の結果右手はお姉ちゃんにお任せコースで、左手は私が挑戦したいと思います、うん、はい、はい、なので最後まで、途中で動画やめないで最後まで私のことを見守ってくださいはい、まずベースコートっていうのを塗ります。これはジェルネイルなので、うん、ほっといてもマニキュアみたいに勝手に固まってはいきません。はい、はい、なんかね、わかんないけど、とりあえずいい具合に全体的に塗れれば。塗れました。じゃあこれを次はどうする。この LED UV ランプっていうものを使って固めていきます、うんうん、これですよ、これ。そう、手をね、手を入れていく、入れるんですよ。入れていいのこれ、奥まで入れたら。え、ちょっと待って、ローマのなんとかみたいじゃんローマの真実の口。これってどれぐらい入れるの、うん、今これやってるのが硬化って言って、要するに液体をジェルを固めてる硬化、要するに硬化時間なんだけど、その硬化時間の目安はボトルの裏に書いてあって、うん、じゃあ購入したものの表記に沿ってやるってこと、うん、そうだね。固まってる。おお、よかった。と思うんだよね。うん。あ、どうか。ちょっと待ってね、探してね。あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、いい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 。え、初めてだからさ。そうか、わかんないよね。あの、塩梅が。手につかなかったでしょ、大丈夫、大丈夫。つかなかった。うん、次は、やっと好きな自分のカラーを乗せます。うん、はい。色は、ちょっと春らしさをテーマに、一緒に考えました。それはオールドローズっていう色で、オールドローズ、うん、ちょっと透け感がある感じの色になるはず。透け感なかなか使ったことない気はするんですよ透け感がをちょっと取り入れたネイルということで、うん、ちょっとここから先のデザインはね、ちょっとお姉ちゃんに任せたいと思います、うん、ジェルネイルなので固めて本当に重ねていくことで色とか変わっていくので、まずこれ1回目ね、うん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 、そっか、ネイルってみんな結構サロンとか行ってね、うん、やってるんだよね、きっとね、うん、だからこうやってね、いろんな100円ショップとかから出たのがお手軽で、うんうん、時間もね、自分の好きな時にできちゃったりするし、うん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 、気分によってもね、わざわざお店に足運ばなくても自分でできるよとかしたいよっていう人は、はい、はい、で、ここで、はい、あのもう一度さっきの未来的マシーンはい、じゃあ出してみたいと思います。お、お、なんかやっぱねこれね、ちょっとね、触ったらぷくってしてる。いい感じ、いい感じ。これはマニキュアでは得られない触り心地だね、うんうん、あ、わかるわかる、ツ、うん、ルツルしてる、うんうんうん、厚みがある、うん、なるほど。じゃあここからちょっとデザイン性を入れていきますか、うん、はい。こういう時、こういう透け感のある色がほんのにちょっとずつついていくやつってやりやすいよね、うんうん、あのプロじゃないのでで、指先の3分の1くらい塗ってんのかな、うん、そうだね、うんうん、もう適当だね。で、これさっきと同じ色、同じ色で、重ねて塗ると色が変わっていくのかな。そう、あの濃くなっていく。あー、なるほど、うん、い、じゃあ取り出してみたいと思います。アルモードが飛び出る。アルモードが飛び出る。
どうかな？爪の先はじんわりピンクになってるように見える。だからこれであと好みでもうちょっと色を、うん、あのつけたいって言ったらそこでもう一回。なるほど。3回目、うん、グラデーションなってるわ。なってる、うん、確かに、うん、なってる。もう一度さっきの色を重ね塗りする感じだね。うん。いやでもなんかやっぱこのぷっくり感っていうかツルツル感、うんうん、いいね。見ててもテンション上がるわ。あ、そうなんだ。ほい、塗ってみました。はい、じゃあもう一度固めていくぞ。はーい。どうかな？私はこう透明で見てもグラデーションかかってるってのわかるんだけど。なったんじゃない？さっきより、さっきより見やすくない？うん、あ、なってる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 。よかったよかった。あ、なってるわめっちゃ。私の視力でもわかるもん。あ、よかったよかった。どうかな？ちょっとね、これカメラの人、の前の皆さんはね、画像で伝わるかはちょっとわかんないんだけど、うん、でも左右で違うね、やっぱ爪の色が。これ、うん、そうだね、ビフォーアフターみたいな感じ、うん、こっちが、今ジェルネイル、うん、じゃあ最後の仕上げに、うん、あのトップコート、うんうん、一番最初に塗ったやつベースアドトップコートまで同じものを使ってきます。はい、どうかな、よいしょ、これでまた固めます。完成した模様です。はい、うわー、ほんとだ、なんかゼリーみたいね。うん、透明、うん、透き通ってる、うん、でちゃんとあの爪先に行けば行くほど色が濃くなってる、うん、トゥルトゥルやん、うん、触って触って、あっめっちゃツルツルめっちゃツルツル、確かにすごい強度上がる感じする。なるほどなるほど、うん、はい、できました。やったでは次、左手は自分で、自力でやってみたいと思います。応援よろしく。はい、じゃあまず爪をオフします次に下地、うん、なんていうんだっけ、そういうのベースコート、あ、ベースコートを塗っていく。このクリアな感じは見えるの？見えない見えない、うん、なんか、うん、感覚爪に当たる、うんうんうん、だから剥げてるとこも濡れてないところもあると思うし、うんうん、濡れました。未来的マシンに入れていきます、うん、キャンドゥのジェルネイルカラーを塗っていきます。はい、マニキュア塗るみたいに全部塗ってっていい、うんうん、大丈夫、一回目は全体塗ります。でもムラがあっても一応大丈夫な色合いには、うん、そうそう、全然ここから見る感じ何にもわかんない。ライトに入れていきます。はい、爪から先、うん、3分の1くらいに、うん、さっきの同じ色を重ねれば、うん、そうです。え、やっぱり、うん、さっきの話になるけど、うん、まあ視覚的もあるし、うん、ネイルにそんな別に興味がない、うんうん、かポーズでも、うん、あれかい、やってみて、うん、やっぱちょっとテンションは上がった。まあ上がる上がる、嬉しいよね、その指先がその施されたっていうか、うん施したという事実が、うん、ちょっとおしゃれしてるよみたいな気分は上がる。うん、うん、なるほど。はい、順調です、今んとこで、もう一度この色を、うん、爪の先の3分の1に塗っていくと、うん、あ、でもね、もうこの時点ではあのもう出てるわ、グラデーション。あ、よかった、見える、見える、うん、とりあえず、色を3回塗って固め終わったんだけど、うん、ちょっと、じゃあ次はトップコート塗っていく感じ。コズがこうやって塗ってるの初めて見るかもしれない。あ、見た？近いでしょ、ね、え、なんか新鮮、なんかその作業をしてる女子っぽいのが。そうだよ、いつもお酒飲んでばっかりの動画だから OK、はい、塗りました、固めていきます、はい、自力で左手やってみました、完成です。ちょっと手元アップ見てみましょう。いい感じじゃないですか、うん、いい感じ。はい、今回は、まあ、視覚障害弱視のピンボケ状態の私が、初ネルジェイルに挑戦してみました。ジェルネイルねあ、馴染んでない。ジェルネイルにナイスツッコミ、ジェルネイルに挑戦してみました。マニキュアのなんか応用編みたいな感覚でできたのと、あとやっぱりこの初めてのグラデーションだったので、すごい嬉しいです。なんか心がウキウキします、うん、で今北海道はちょうど桜が満開の時期で、うん、ね、このネイルをして桜見に行きたいなって思ってます、うんうん、はい、ありがとうね今日ははい、なんかありますか最後。いや、特に声の高さ間違ってるはい、ぜひね今度あのデザイン、うん、
うん、例えばライン入ってるとか、うん、チェックとかやってもらいたいな、うん、そう私のね腕にそうさすがにやっぱね描くってね多分難しいと思うから、うん、でもこれね本当にグラデーションは多分もうできる、うん、あよかった、うんはい、なので、うん、特別な時とかに、うん、ぜひお姉ちゃんを召喚してまた挑戦してみたいと思います。はい、じゃあお姉ちゃんと一緒に最後締めますかまったねーで締めるよ。分かったよ。せーの、まったねー。